いや、ドズルさんの粉焼き歌わない拒否方は、あれは尋常じゃないよ、あれは。あれは相当よ。もう、あれは相当よ、ドズルさんの歌を歌いたくないの、あれは。もう、どんだけ4人で罠仕掛けても、断固として最後まで歌ってなかったからね、ドズルさん。あれは本当に歌いたくないですよ、本当に。もう僕たちがどんだけ全力で歌わせようか、あの時。全員どんだけ協力したか。ドズさん歌うまいのにな。ドズンゲリオンあんなルンルンで歌ってるもんな。ドズさんはね、鼻歌はね、大好きなんよ。知ってるよ、僕これ。マイクラしてる時でもドズさん鼻歌歌ってるもんね。ふんふんって。今日は個数聞いてないが言いたい放題。いや、切り抜かれるからな結局、見られたりするからな、うん。いや、透けてますね、これは。セフィロスガチ熱唱してるの聞いてみたいな。いや、ドズル社みんなでカラオケ行きたいよね。若干ジェネレーションギャップある曲みんな入れるかもわからんけど、それも込みでカラオケ行きたいな。うん、僕ボカロとか好きやから、ボカロ僕めっちゃ歌うやろし、みんなそれぞれ個性違う歌歌うやろし。カラオケは普通に行きたいね。別に2、3人でもいいから。ねえ、みんなジャンルバラバラやから気にせず、歌ってもろて。うん。オンリーは多分、めっちゃ最近の曲とかも全然歌いそうだけどね。なんでも知ってそう、基本的に。オンさんはなんか昭和の曲なんか歌いそうだな。何歌うんだろうな。オンさん何好きなんだろう。でも昭和とかの曲歌いそう。いや、どうだろうな。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高、ドズル社しか勝たん。